はい、始まりました。石もんじゃブーティービー。100試合出場達成や200試合出場達成と、それらを達成した選手がキックオフ前に表彰される試合に限ってベンチスタート率が高めと感じる石もんじゃぷ。やっぱ表彰されるほどの選手であれば、表彰された後の気持ちいい流れでそのまま試合に挑んでもらいたいなぁと思いながら、今回のトークテーマ、連戦真っ只中の水曜ナイター一斉開催2022年 J2 リーグ第18節を簡単に振り返っていき、ぼやいていきたいと思っておりますので、よろしければラジオ感覚でお付き合いいただけると嬉しく思います。ということで、早速今節の試合結果順位等はこの通り。今節を一言で表しますと、独走を許さず昇格争い残留争いともに三つどもえとありまして、昇格レースの最前線にいるトップ3、仙台、新潟、横浜 FC、 その中で独走モード漂う2試合連続4得点中の仙台が意外にも岡山の堅守を崩しきれずで、今季初の4連勝ならず。岡山よくやってくれました。もう思わずナイスバイスと言いたいところ。ただ仙台はまあ強いんですけども、爆発的な強さはまだ発揮しきれず、どちらかというと爆発的な強さで独走するというよりかは、年間を通してコツコツとムラなく勝ち点を積み重ねていく側のチームのような感じがします。そしてその首位を追いかける新潟と横浜 FC は、安定の勝利により仙台の独走に待ったをかける勝ち点1差以内。前節とトップ3の並びは変わりませんが、勝ち点差が縮まったということで、いやーまだまだ昇格レース分かりません。まあ失速傾向とはいえ、そんな簡単に横浜 FC が落ちきってこないあたりがより昇格レースを面白くしているのかなと。そしてその一方、残留争いに関しては現状の三つどもえとして、岩手、大宮、琉球の3チームが筆頭ですが、その中で琉球が前節降格圏脱出したと思えば、今節はその琉球を差し置いて大宮が降格圏脱出。しかもこの大宮と琉球は今節直接対決だったということで、水曜ナイターにはもったいない熱い戦いが繰り広げられました。そしてその他で気になるのが熊本と山形。熊本はまず J1 昇格プレーオフ圏内の6位についに上がってきました。本当にお見事です。もう熊本のアウェーでのもう勝負強さ、ホームで1勝アウェーで6勝と、ホームでの勝率も上げることができれば昇格プレーオフ圏内とは言わず自動昇格圏内も見えてくるのではないでしょうか。そのためにも熊本のサポーターによる後押しが、まあ、今後非常に重要になってきそうです。また他では山形、まあ、藤本義樹選手が長期離脱となる怪我を負いましたが、まあ、助っ人外国人選手がフィットしてきておりますので、まあ、今季のホームでのド派手な初勝利以降4連勝を含めて負けなし。また試合数も他チームより1試合少なく、それに加え敗戦ゲームとなった岡山との再試合もありますから、他のチームの動向関係なく上位との勝ち点差6を縮めるチャンスが山形にはあり、実質上位トップ3を脅かせられる存在に関してはこの山形が筆頭なのではないでしょうか。また同じく4連勝つながりで言うと、甲府は4連勝からの4連分けということで、負けないことはいいことなんですが、勝ちきれないと上位トップ2に入ることは難しいでしょう。その仙台、新潟、横浜 FC の上位トップ3に追随するチームが、まあ、そろそろ出てきてほしいものです。そこで次、各試合結果等の中から気になる試合をいくつかピックアップしてぼやいていきたいと思います。まず早速、岩手 VS 横浜 FC、 1対3で岩手敗戦、一方横浜 FC 勝利。ともに不調傾向のチーム同士、まあ、最下位岩手と3位横浜 FC の順位差がそのまま現れた試合結果なのではないでしょうか。まあ、その中でも特に気になるのが、またもや岩手ミスによる失点。まあ、前節水戸戦に関してはゴールキーパーの松山選手のですね、まあ、処理ミスをかっさわれて、まあ、無人のゴールを押し込まれた次第なんですが、今節に至ってはディフェンダーの牟田選手の緩いバックパスを、まあ、横浜 FC のフォワードサウロ・ミレイロ選手がかっさらい、横浜 FC としては、追加点、
まあこれは本当にもったいない。そのサウロ・ミネロ選手がですね、まあ、この得点の前にも本当恐ろしいほどのスピード感をですねまさに発揮しており、まあそれをムタ選手としてもですね認知はしていたと思うんですが、まあちょっと注意力っていうのがですねまあ散漫になってしまい、このサウロ・ミネロ選手にかっさわれて、まあサウロ・ミネロ選手としてはまあ今季初ゴールということで、まあようやくかといったところ、まあこのゴールをきっかけにですねサウロ・ミネロ選手、まあポテンシャルは非常に高いので、まあゴール量産体制になるのか、またそれに加えてまあ今現在 J2 得点王の小川選手の8試合ぶりゴール、まあ取るべき選手の復活は本当頼もしい限りですし、またそれに合わせて一方岩手のフォワードブレンネル選手に関しても、まあサウル・ミレロ選手と同じく今季ようやく初ゴールということで、このブレンネル選手に関しても J2 の舞台で初ゴールっていうのは本当、まあ、取るべき選手が取ったということで、まあ、両チーム、まあ、エース級の選手が、まあ、今後得点を重ねてチームを引っ張ることができるのか、やっぱり取るべき選手がね点を取れていない状況ってチームとしては非常に気まずい状況がありますから、まあ、その気まずい状況をですねもう打破する一得点、もうたかが一得点ですけど、チーム内においてはこれ非常にですねその気を使う使わない問題で、まあ、大きいことでありますので、まあ、今後、まあ、横浜 FC に関してはサウロ・ミエロ選手、まあ、岩手に関してはブレンネル選手、まあ、各選手がエースとしてですね、まあ、得点を、まあ、今後、まあ、量産するのか、まあ、ここをですね非常に期待したくなる試合だったのではないでしょうか。そして次、水戸 VS 新潟0対3で水戸敗戦、一方新潟勝利。水戸はホームで2連戦の2戦目、初戦は岩手相手に3対0の勝利から今節絶好調の新潟相手に0対3の敗戦、まあ、昇格圏にいる新潟に、まあ、現実を見せつけられたといったところでしょうか。まあ、水戸選手が仕留め、本間選手がとどめの2得点ということで、まあ、水戸ホーリーホックに馴染みのある名前コンビにやられてしまい、水戸のサポーターとしては思うところはあるのでしょう。まあ、とはいえ新潟の日替わりヒーロー具合が本当にすごい。前節大活躍し、今節2試合連続スタメンとなった小見選手に、まあ、節を重ねるごとに存在感を醸し出している水戸選手等の活躍に、負けじとここで本間志穂選手、もうマジで選手層が2チーム分、まあ、ここ直近本間選手のですね存在感が薄れてきてはいてですね、まあ、水戸選手と小見選手の存在感が本当に台頭してきているんですが、まあ、そこに負けじと本間志穂選手でありますので、まあ、チーム内の競争っていうのも本当に新潟凄まじいですし、またこの得点シーンに関してですね、まあ、振り返っていくと、まあ、1得点目の水戸選手に関してはまあしっかりとですね、まあ首でフェイントをかまし、まあ自分で仕留め切るこの強気な姿勢、まあこれがいいですね。まあさすが田中達也選手からまあ背番号を受け継いだだけのことはあると思いますし、またまあ2点目と3点目、まあ本間志穂選手がですね、まあ得点を重ねたわけですが、2点目に関しては、まあこのデザインされたセットプレー、まあお見事です。まあ伊藤選手のですね、まあ絶妙なまあキック能力の高さがあってこそでありますので、まあそれに合わせた本間選手もお見事でありますし、まあ何よりもこの新潟の3点目、もう本間選手もあれこそまさに本間志穂選手らしい、まあ、ド派手なドリブル突破からのワンツーコンビネーションフィニッシュ、まあ、This is 本間といったところでしょうか。まあ、本間志穂選手の紹介 VTR で、まあ、今後使われそうな案件、完全に本間志穂選手を中心に人もボールも回っている感じが、このゲームの支配者感さえ感じる存在感、本当に本間志穂選手圧巻でしたし、まあこれだけですね毎節毎節ですね日替わりヒーローが出てくる新潟、まあそれは強いわと言わしめるこの3対0の勝利だったのではないでしょうか。そして次、東京ヴェルディ VS 金沢、1対3で東京ヴェルディ敗戦、一方金沢勝利。5月になって以降、東京ヴェルディの失点が止まりません。5月になってから複数失点試合しかなく、しかも6試合中4試合は3失点以上。よって18試合消化で失点数は32失点と、琉球と並んで J2 最多失点タイ。失点と同じく32得点も取れているだけに、まあ東京ヴェルディもったいないです。その反面金沢に関してはカウンターが毎度毎度鋭い。特に1点リードした後の金沢の試合運びは今シーズンかなりいいものを感じます。
先制しても簡単に追いつかれるチームから突き放すチームに変貌を遂げた、まあ、鋭さ抜群の金沢のカウンター、まあ、今後先制を許したくないチームの筆頭と言ってもいいでしょう、まあ、それぐらい金沢の完璧なゲーム運びだったのではないでしょうか。そして次、今節最も注目試合を取り上げていきたいと思います。大宮 VS 琉球、1対0で大宮勝利、一方琉球敗戦。大宮としてはホーム3連戦で2連敗中ですから、まあ気合が入っていたことでしょう、まあ、絶対に負けたくない気持ちがいい意味でも悪い意味でもパス本数に現れており、298本のパス数の大宮に対して719本のパス数の琉球の構造と、まあ、上手い選手が多くいる大宮でもこのパス数になるのは絶対負けたくないことの表れ、まあ、結果的には琉球の中野選手に決定的シュートチャンスを与えましたが、まあ、それ以外はピンチもなく、フリーキックから田代選手の合わせての勝ち越しゴールで、まあ、それを守り抜き1対0の勝利。まあ大宮本当に耐えました。まあロスタイムが本当長く感じたことでしょう。まあホーム3連戦の最終戦で、まあ、意地を見せつけた格好になりましたので、まあ結果降格圏脱出、まあこのまま降格圏から遠のく連勝といきたいところですが、まあ、まさかの下田監督が解任ということで、今季 J2 初の監督交代がこの大宮ルディージャー、まあ、本当に驚きです。まあそこで新監督には大宮相馬監督が就任ということで、この試合の後日に発表、まあ、劇的試合の後の監督の、まあ、電撃交代、まあ、遅すぎた感は個人的にこの大宮に関しては否めないんですが、まあ、相馬新監督による采配及び大宮の今後の逆襲が非常に楽しみです。またその一方、琉球に関しては負けて降格圏に元戻りとなり、まあ、草野選手というポイントゲッターの不在も重なり、悔しいここ2節となっておりますが、まあ、中野選手の日に日に増す存在感や守備陣が計算できるようになったのは、まあ、今後残留に向けて、まあ、コツコツと勝ち点を積み上げていきそうなので、直接対決にこそ敗れましたが、まあ、そこまで琉球悲願することはないと個人的に思っております。そして次、今節のサプライズ結果試合を取り上げていきたいと思います。栃木 VS 町田、1対0で栃木勝利、一方町田敗戦。2連勝中と調子を取り戻しつつある町田相手に栃木よくやったと思います。その反面、栃木は逆に2連勝ということで、この上田選手の J リーグ初ゴールとなる、この思い切りのいい開始早々の先制弾、本当にですね、爽快でありましたし、まあそれを守り抜き、栃木としては2試合連続うのゼロでの勝利でありますから、本当にお見事です。また、この栃木に関しては今シーズンのこれまでの18試合を振り返ると、11得点、17失点と、この得失点の少なさは本当 J2 屈指で、それがまさに今節のスコアに、まあ、らしさとして現れたなと。まあ、しかも今節はシュート3本だけで1得点でありますから、栃木、効率が良すぎです。まあ、一週間前までは降格圏が迫ってきている状況でしたが、まあ、この2連勝で降格圏からひとまず安心圏内といえる勝ち点7差。まあ、2019年のですね、J2 逆転残留といい、この栃木の残留力、まあ、本当に侮れません。そして次、今節ベストゴール誕生試合を1試合取り上げていきたいと思います。群馬 VS 熊本、2対3で群馬敗戦、一方熊本勝利となったゲームから、群馬のフォワード山根とは選手の無回転豪快ミドルダンを選出。いやー、群馬ゲームには負けましたが、あれを生で見れた群馬サポーターとしてはですね、まあ、見に来た回があったゲームだったのではないでしょうか。もう何があったんやと驚きを隠せないくらい不意をついたロングシュート、まさに山根選手のパワーが全部ボールに乗っかった無回転スーパーゴール。もうまずあの位置からですね、シュートを打とうと思える神経がすごいです。まあ、相当山根選手としては自信があるのでしょう。まあ、ペナルティエリア2つ分の距離はありましたから、
しかもバー当たってのゴール、本当にかっこよすぎました。まあ、とはいえ、まあ、このゲーム結果的に制したのは、まあ、そのスーパーゴールを決められた熊本ということで、アウェーに強い熊本が今節も見事発揮。まあ、とはいえ、群馬の守備にほころびが出ていた感も否めず、まあ、数節前までは昇格プレオフ圏内にいた群馬でありますから、まあ、その熊本と順位が入れ替わるのも納得せざるを得ない今節の結果、まあ、次こそ熊本苦手となっているホームで連勝なるのか、まあ、熊本のサポーターの後押し、まあ、ここに非常に注目です。そして次、次節の第19節の中で1試合注目試合を取り上げていきたいと思います。中3日で迎えるゲームということで、新潟 VS 山形、まあ、天地人ダービー、熱い戦い間違いなしでしょう。まあ、新潟はホームで迎えるということで、この新潟のホーム9連勝を阻止するのは今直近9試合負けなしの、まあ、好調山形以外他ならないでしょう。まあ、それだけに山形には期待したい一戦、まあ、このままホームで新潟が勝ち続けるといよいよ手をつけられないところのステージまで上がっていきそうなので、まあ、ここらで一発山形さんの意地を見せつけてもらいたいところ、ストップザ新潟なるのか注目の一戦です。そして次、最後に個人ランキングについて取り上げていきたいと思います。まず得点ランキングに関してですが、横浜 FC の小川光輝選手、まあ、得点ランクトップの選手が8試合ぶりのゴールということで、まあ、この得点ランク独走に向けてまた再開となるのか、まあ、非常に注目ポイントになってくると思います。それ以外に関しては特に変化なしです。そして一方、アシストランキングに関しては、大宮の柴山選手が大宮を降格圏脱出に導く決勝弾をアシストしたということで、東京ヴェルディの梶川選手と並んでアシストランクトップタイという状況となっております。以上、水曜ナイター一斉開催の2022年 J2 リーグ第18節の簡単なレビューでした。最後までご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。試合は次から次へとやってきますので、また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。